よろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日も、満月の夜やっていきたいと思います。前回でね、まさかの、ちょっと、なんか、何?真の敵みたいな、なんか、最後のボスみたいなやつ戦えなかったんで、今回、まあ、やっていこうかなというとこなんですけども、まあ、何でやっていくか。個人的にはシスターが楽しそうな気がするなぁと、まあ、シスターでやっていこうかなと。思います。よいしょ。まあ、そんなわけで、ノーバルで謎の人物に勝たないとハードに挑戦できないんで、謎の人物ね、しっかりとシスターで今度こそ倒しに行こうと思います。今回は、ちゃんとなんだっけ、名声とかね、ヒュークとかあれを、両方とも貯めて、ちゃんとね、謎の人物と会えるようにやっていこうかなと思います。で、まあ、まあまあ、なんだろう。謎の人物と戦える直前くらいまでのやつは、まあ今までみたいにその全部使うわけじゃなくて、まあカットしながらね、サクサクっと進んでいきたいかなと思います。では、シスターでやっていきましょう。さあ、ということでじゃあやっていきましょう。第1章の辺境の村から。まあサクサクと、まず最初の出局を選んでいきましょう。初期アクション、装備品スロット、耐性。ちょっと待って、覚えてないなぁ。何がいいんだっけ。とりあえず、装備品スロット1個くらいはあった方が多分便利だから、装備品スロットは足しておこうか。で、しさ、強力な宝、強力な宝箱やっていきます。発展の防御を獲得する。予言、でっかい1枚カードを選び、プロテクトに使える。予言は必要だね。予言取る。剣の防御を獲得する。防御。今回はちょっとこういうなんかさ、防御系とかは、そんなに取らないで、攻撃、硬い子なんか一撃ででかい系の攻撃カードを、中心に、祈りね、なんか強い祈りとかを中心に、合わせるようにしていこうかな。前回のね、経験を活かしていきたいと思う。じゃあ、どんどん戦いからやっていきましょう。覚えてないなぁ、ちょっと感じを。なんか、いやぁ、そう。目視力があるイメージで考えちゃうな。あ、とりあえず大事なのはこれだよ。なんで新しく学んだ魔法が全く効かないの?あら、魔法使いの弟子は悲しいね。とりあえず、おしゃべりするか魔法を教われたと思うんだよね。魔法を教わろうか。いない、しよう、てん、なう、魔法?どう?理解できた?ま、あなたの、たまじゃ無理ね。ぶっ殺すぞ。魔法なんて、教えないだってさ。初見 P プラス1、あ、教えてくれてんじゃん。優しいけど、僕は名声とかが欲しかったから、多分それじゃなかったなぁ。でしたね。さあね、コバー商店、何があるかな?これは祈祷ですね。祈祷は必要です。いやーと、懺悔。あ、いらないいらない。祈祷だね。よし。オッケー。あ、ドーンと。オッケーです。いやー、結構ダメージ食らってるけど。このターン、ドーンと。祈りで倒して終わりです。あ、ドーンと。まあ、長々雲を倒して。助けて、自分の人に引っかかっちゃったということで、助けるでしょう。助けようと手を伸ばした瞬間、クモが噛みついてきて、ささっと逃げてしまった。ここに残って、クモの糸を集めてみたが、何かの役に立つかも。あ、いらないやつだった気がする。しかも、新しいカード獲得しただけで、名声も何も上がってない。やばいな、名声とか勇気が全然上がらないね。お掃除しましょう。お掃除で、雲の糸をカード1枚引く。次のターン終了時まで、たらかんたら。あ、カード1枚引くが入ってるからいっか。で、通常攻撃の方がいらないかな。よし。さあ、冒却で通常を消していく。バイバーイ。謙虚な宝箱。はい。今度の祈り、あ、来た。これだよ。これが強いんだよね。これを取りましょう。はい、ドーン。オッケー、脱走者は倒しました。脱走者倒した時ってイベント起きなかったっけ?なんで
勇気も名声も溜まっていかないんだけど、これもしかしたらやり直しになるかもしれないな、また。いやー、悲しいよ。さあ、キコリのおじさん、探しました。よしよし、イベント。カーペンターも行方不明になったんだ。とりあえず、うちに帰りなさい。はいはい。お、よかった。久しぶりにこの、一番最初にっていうか、今回初めてだね。この、名声とかが上がるパターンのやつ。よかったよかった。さあ、まず名声が1位確保と。いやー、全然たまんないよね、これ。まずいな。ここ溜まってくんないと。謎の人物と戦えないんだけど。うん。さあ、猫バー商店、こっちの方で、そう、未来予知を買うと。で、これバイバーイと。よし、カーペンター倒してボス戦だね。さあ、カーペンター。やっほー。カーペンターイベント当てそうだね。カーペンター殴ってイベント発動させていこう。うん。オッケー。たら、カーペンターダウンと、おー、マジか。イベントなし？カーペンター。やばいね。ちょっと待って。栄光の祈り。祈りのターン数によって5から、25点の MP 獲得する。MP は別にいらないんだよね。HP かな？よし。さあ、ということで、次の交差点が2つだね。いらないや。さあ、ボス吸血鬼倒していきます。あ、ボス HP54 とまあまあですね。まあまああるんで、しっかりと長めのターン入れていきましょう。で、予言で、ここは悪党でいいかな。未来予知でいいか。未来予知していこう。未来予知。よし。で、回復薬入れて、いつもの糸はアクションが足りずと。通常攻撃入れて、短終了にね。うん。オッケーオッケー。何かをコピーされた。うん。オッケー。よし、攻撃の祈り。これももう長いターンで入れちゃおう。ちょっと今計算してないけど、多分ダメージまだ足りてないと思うんで、うん。長いターン数でゴリゴリいって、大ダメージ与えたいところ。よし。回復薬、予言の、未来予知、未来予知、糸を、通常攻撃。あ、次のターンで終わりだね、これ。いやー、これ長いターンでいらなくてよかったのか、ミスった。ちゃんと計算すればよかった？うん。まあ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 、それは大丈夫と。それでここで通って終わりだね。うん。さあ、ボス倒しました。そして、ボス倒すのイベントはなかったね、特に。うん。さあ、とりあえず、この報酬はお掃除を選んでいきましょう。通常攻撃を全部消すかな？どうしよっか。雲の糸を消すか。雲の糸か、通常攻撃。通常攻撃いらないと言えばいらないんだよね。消すか。そうだね。うん。よし、次の章行きましょう。さあ、第2章入ったんで、妖精の祝福また受けていきます。プレイする祈りカードの回復を一旦進める。HP の上限、ウンテラカンタラ。戦闘開始2点のアクション。これは祈りカードのカウントです。うん。よし。普通の宝箱を開けましょう。あ、これは結構でも回復量多くて嬉しいやつだな。ちょっと、これは取ろうか。これはね、取っててもいい気がする。なんか、結構役に立ったようなイメージある。さあ、古城の三人衆、戦っていきますか。うん。これ確かに、俺たちはもともと人間だったんだ、みたいな、イベントがあった子たちな気がする。うんど。ごめん、HP 見てなかった。ボタンで入れよう。あ、ボタンいらな。いらなかったけど、まあいいや。よし。さあ、これで。さあ、終わりと。全然イベント発生しないんだけど。大丈夫これ。また足りなさそう。さあ、猫バー商店見ていきます。データ、フンドの祈り。これは大事だね。フンドの祈りは、獲得していきます。よし、オッケー。あ、間違えた？まあ、いけば足りてる足りてる。よかったよかった。間違えたかと思ったけど、足りてました。うん。なんで？なんか本当にイベントが全然発生しないから、
平成も勇気もたまんないんだけど、まずくないこれ。Drink some wine and forget your...トントン。お、よかったよかったよかった。イベントが起きた。どうして黒曇りで一年中雪が降るか知ってるかしらだ。ああ、魔法のせいです。よしよしよし、勇気プラス1。あ、プラス2だ。ありがたい、これ。ナイスナイス。ありがとう。何本いるんだっけ ?4 ずつ必要だった気がするな。大変だね。うん。あ、パンドラの箱とかいうのから。何これ。骨董品はランダムに装備を1枚。EMP プラス12、HP 上限マイナス6。え、骨董品でいいんじゃないの?骨董品、呪いなの?呪い。変なのが手に入るのかな?何が入ったんだろう?見よう。うん。え、別に悪くないんじゃない?普通に。よくわかんないけど。頂点がまた来た。魔力の波、10点 MP。悪運の祈り。祈りのターン数によって次のターンに敵が効くカードを減らす。そういうのもあるんだ。あ、目視録、目視録だよ、これだよ。これが大事。悪運の祈りはワンチャン使えるかもしんないから。あ、でも除外なのか、一回しか使えないんだよね。じゃあいいや。よし。よしよしよし、いいね、イベントが発生してる。あんたと無駄話してる暇はないわ、デートがあるの。オッケーオッケー、そうなんだ、デート頑張ってね。さあ、ということで彼女を引き止めるですね。やっぱり勇気が増えるみたいなんで、引き止めていきましょう。うん。あんたのお母さん、黒く森の狼男と何か関係あると思うわ。勇気プラス1、ありがとうね。バイバーイ。さあ、羊皮寿司のリンゴのイベントが終わったんで、報酬は、頬の羽と、まあ、死亡時1回復活だね。うん、よしよし、メカマジシャン倒したら、私は最高の手品師なんだ、ということで。うん。よし、拍手しましょう。名声をください。ありがとう。最近は私のショーを見に来る時も減ってきてね。すべて妖術のせいだということで、名声プラス1です。ありがてえ。うん。さあ、どうだ?今のところ、ゆうきさんで、名声2と。いや、まだちょっと足りないけど、まだ第3章残ってるからね、全然、まだいけそうな感じはあるね。うん。カード収集家だって、何か交換しましょうということで。どうしようかな。2000年 MP 獲得するだけの魔力がいらないっちゃいらないけど、いらないっちゃいらないけど、魔力回復のカードをなんかいらないいらないってしすぎて、全く魔力回復するカード持ってないんだよね、僕。それはそれでもってなんかまずいかなぁ。うん。雲の糸かな?雲の糸消そうか。はい。魔力回復になった。うん。了解。Seriously. あ、もう2章のボスが出てきてるね。ネコバー商店は、まあ、そうだ、ひらめきを欲しいかなと思って、ちょっと貯めてるんでした。うん、あ、そうだ。祝福か、祝福とかいうのあったな。なんか交換してみようか。魔力やってみる。えい。お天の HP を回復する。いらんかな。いらんのになったら。よし。まあまあまあ、武器泥棒。戦っていきましょう。オッケーオッケー、倒しましたね。倒したけどイベントは発生せずだ。うん。さあ、お掃除か、アクションか。アクションだね。アクション1個欲しいと思う。うん。よし。こんなね、副大使で。MP1 個増やそう。よし。さあ、イズミ飲み干して。ネコバー商店はまだ買えないから、まずボスを倒しに行きましょう。第2章のボスまでサクッと倒しちゃいます。うん、さあ、ボスの HP128 と、あ、123だ。まあ、結構あるけど、まあ、ゴリゴリに5でこの辺入れて、目視録って予言で、予言は基本祈祷を引きたいね、こうなると。MP 回復も兼ねて祈祷を引いて、まあ、この辺を進めていくと。うん。オッケー。何ゲーム使っとくか。う
あそこ。よし。さあ。さあ、ターンが進んで、ダメージドーンと入れて、いい感じですね。いやー、こっちの祈り、まこった。あ、消されちゃうの忘れてるんだ。これすぐ忘れるなぁ。よいしょ。さあ、チーム法は、無視されて、で、残弦入れて、チーム、よし。さあ、これでターン終了です。にゃーんと。またカウンターされてる。痛いなぁ、ちょっと。うん。あのカウンターがさっきと同じなら、魔法カードは多分返ってくるんだよね。となると、別に使われてもいいやつ。いや、ちょ、まず4円とりあえず買おうか。あ、そっか、これ行動とか攻撃カードも、なるんだ。いやー、それ取られたのちょっと痛いね。まあいいか。うん。まあいいにいいか。いいや。そうして、祝福して、さあ終了で。よし。あ、このターンは祝福の分の防御で耐えれるんで、十分でしょう。よし。さあ、祈りがいいの引かないね。なかなかいいの引かないね。攻撃の祈り。さあ、もう消されるの忘れちゃう。やばい。それ、うざいな、ほんとに。懺悔消してもらって、回復薬は MP 足りない。回復何個使う？どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。回復薬してターン終了だ。うん。いやー、MP が全然足りないね。うん。さあ、そのターンどうしようかなと。今度、あー、僕から消されるの忘れるのはダメ。いやー、攻撃の祈り。よし、いやー、どうする？とりあえず、できることが未来予知しかない。よし、ターン終了です。で、いらないのはこれ。残念を消します。いやー、ちょっと今回っていうか僕いつもこの本当に相手のステータスというかなんか、特殊能力ついてるの見忘れるんだよな。もったいない。うん。とりあえず、脇刀を決めて、よし。オッケー、攻撃の祈り行ったんで、行け。あ、違う。攻撃の祈りはダメです。低い方だった。間違えた。予言だ。予言不安が消されちゃった。待ってもー。とりあえず未来予知で。あ、未来予知も消されちゃった。そうか、カウンター2個あったねー。2個あったんだねー。回復ランクをして。どうしよう、これで。あ、違うわ、これどうせこのターンの終了、懺悔で倒せる。懺悔ドンだ。オッケーオッケーオッケー。もう、いっぱい見逃したけど、オッケーオッケーだ。うん。よし。あんたの懺悔の効果を発動する。あ、これ懺悔を2回発動させるってことか言ったんで。要は、懺悔をガンガン盛るデッキでは強いんだね、こういうの。うん。あなたのターン開始、敵にあなたのレベル1にダメージを与える。おぉ。あ、そんなだな。どうしよう、金貨かな、これは。苦行でもいいけどね、苦行。カード1枚引くがついてるのはね、美味しい。そうだね、マナ1でカードドロー1だったら、苦行でいいかも。よし。オッケーで、猫バー商店だね。ひらめきも引くと。よし。バイバーイ。じゃあ第3章に行きますか。それでは、お疲れ様でした。今回はここまでにしましょう。まあね、第2章、とりあえず終わって、次は第3章進めていって、うん。第3章、そうだね、次回第3章進めて、この次で終わりになるように、謎の人物と戦えるようにやっていきましょう。まあ、今回の成果としてはとりあえず、勇気が3、名声が2と、あと勇気1と名声2を貯めなきゃいけませんが、大変だね。これ貯めれなかったらやり直しになるんだけど、今回はここまでということで、お疲れ様でした。またね、バイバーイ。